はい、どうも、みなさん、こんにちは。それでは、始めていこう。一番。まあ、ちょっとね、動画、昨日の動画見たけど、俺ってさ、一日休、いや、寝たらもう完全に忘れてしまうからね。だって、昨日撮った動画もう今アップされてるわけだからな。どんだけ自転車操業なんだよ。あった !6 だ実は、ずっと吟味しててさ、もう5分も6分も経ったからさ、ああ、これは収録で入れたら、見てるしイライラするだろうなと思ってさ、でもう一回撮り直したんだよね。一発だったわ。確かもうリレーミット覚えたところなんだよな。これ強いだろ、ある程度。ほらー、いいんだよ、これで。これでいいんだよ。しかし、王林強っ。ライアンが仲間になったみたいな。こいつめちゃくちゃ強いよ、これ。鉄の槍らしいぜ。ほら。何してるの？あ、そっかそっか。まだここまでしか行ってないの？あ、そうかそうか。もうここ、あれだ。あー、ちょっと話していきたいな。まあ、ちょっとサクッと話していくか。あ、ブルルっていうのはあれだな。夜話したやつだ。じゃあこれも、あれはなかったな。あ、これ、王林さん。あ、いや、これ、会話変わるんだ。あー、そういうことか。あ、面白い、面白い。だ、そういうのって面白いよな。なんでついてくるのかって、そういうことか。だ、こういうの嫌かどうかなんだよな。昔はもうグラフィックなんて容量 ない時無理だから、こういうね、文章でねしか出せないのよ。だからゲーム作れない。ここがあれみたいだね。このヒヒンっていうのは、あ、わかった。あれ馬、このこれ2つ馬だ。で今、ああ、これが拾ってきたらしいね。へえ、なんでついてくるんかなと思ってたから。もうちょ、邪魔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 。ああ、なるほどね。ここで俺もない、あのね、なんて言うのかな、そのあれでな、泣いてしまったわ、あの当時。あ、これがあの錬金術師のあれなんだよな。ここでほら、なんかお祈りしてたじゃん、そのエンディングで。これはちょっと涙出たよ、俺は。こういうのってうまいよな、ドラクエな。あ、じゃあセーブしてたっけ。あ、もう一回セーブしよう。ちょっとわかんないよね。セーブしたっけ。あ、もう一回しよう。もうわけわかんなかったらセーブする。もう地方書入ってるからね。だってこれセーブしなかったらさ、あれじゃん、HP6 が無駄じゃん。さあ、どうしよう。まあね、一パートでももう全然いけるんだけどね。ああ、ちょっとルーラー使っちゃったからまた回復か。ね、本当は、ああ、レベルももうでもいい感じだな。
そんな弱くない。まあ今日どうしようかな。まずここら辺全部行っとかないといけないな。ハイキングレオで、これ扉ね、都合がいいんだよね。いっぱい鍵作れないでしょ、いろんな章で。だからどうするかって言ったら、全部こいつはこじ開けれるらしい。だけど4章しかこのオーリー出てこないからね。あーどうしよう。やっぱちょっと防具買わないとな。あれ防具ないんだよな。おう、いらねえ。満月って何なんだよ。ちょっとじっくりいきます。じっくりって言ったらおかしいけど、ちょっと棒を買いたいな。今何本あるんだ。あー1500か。うーん、どうしようかな。この2つは欲しいんだけどな。でも踊り子の服とかもな、プレミアつくんだけど、もういらねえな。ちょっと待ってよ、今いける。確か毛皮のフードをでしょ、毛皮のフードをマーニャ。これなんでかっていうと、まず装備するでしょ。じゃあ上がるじゃん、まず普通にね、普通に上がるでしょ。14だってね。でその次にこれ縦装備できないんだよ、マーニャ。まあ5章でハグメタの盾装備させるけど、でこれで離して、でこれマーニャの踊り子の服、これがね、多分これ残す必要いるんだろうな、非売品だから。これはもうそんなにいらない。なんて結局見て楽しむだけだからな。コレクターででもどうだろうな。ゴミ集めって言われたらあれだけど、役に立たないものを持ってるだけっていうのはどうなんだろうなと思うな。でさ、なんていうの、ほら1250でしょ。だからそうすると買えるわけよ。さっき買えなかったじゃん、これ鉄の量買えちゃう。これがね、あーもっとし、あーで、これでね、最強じゃん。そうそう、大体もう鉄の鎧で止めてるんだろうな。まあそのあれだ、なんだ、トルネコは鋼出てくるけどさ、でこれ変えるでしょ。ミニアがまた装備できるんだよな。昔から僧侶は結構防御力あれなんだろうな。であと商人も、商人はちょっと強すぎ。なんでハジャーを商人が装備できるんだよ。俺装備できないと思ってるけど、装備できるんだよね、ハジャーを、トルネコが。なんでだよと思った。まあね、装備できるんだったらいいんだけど。うわー、25が45だよ。で、こいつの絹のローブとかはもう全然プレミアつかないから。やっぱちょっと踊り子の服ってなんかあるんだろうな。300ゴールドちょっと高すぎるよな、初期装備で言ったら。そう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 。さあどうしよう、どうしようかな。ちょっとここら辺にレベル上げるか。炭鉱はちょっと強すぎる。
あ、これ、あの、多分ね、あ、ちょっと、見とこうか。これ多分ね、3匹で出てくるって言ったら、あれでしょ。あれじゃないの？合体スライムじゃないの？俺も合体スライム見た時感動したよ、ほんと。今で言ったらさ、当たり前なんだけど。あれは感動したなぁ。これ、明治モモンジャとかさ、もうだから、何しか敵キャラクターいっぱい増やしたかったんだろうな、容量が増えて。なんかドラクエ2の時のモンスターとかも全部総動員されてるからな。元どうだったのか知らないけど相当強いよ。もう45の39だってさっきと、ま、全然違うからね。これで防御力で、あともう武器だな。あ、あれ攻撃すんなよ。あれ、なんでスライムがそんないっぱい出てくるの？合体じゃないのこれ。あ、合体じゃないんだ。あ、もう合体じゃないみたい。だって仲間は呼びまくるもん。なんだよ、出てくんじゃねえよこんな。合体スライムじゃないんだ。どうしようかなー、バハラタやって。あ、これはね、呪文バギーでしょ。呪文メキラーでしょ。なんかゲームだけやっててさ、年間5億、6億入ってきてる YouTuber いるんだって、外国では。ゲームって言ったら日本の作ってるゲームでしょ。まあ多分そうだと思う。ああ、そういうのもいるんだなと思って。その YouTube って、ああ、ほらほらほら、来た。ああ、ほら来た。来た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 。あ、ほら。あ、ほらほら、あ、ああ、サムネ決定。これサムネ決定。感動したんだけどな。だから今のゲームさ、何見ても感動しないからな。で、スピサロがさ、だんだん手ちぎれていったりとかさ、あれ、で、なんだろう、あの、口がグワ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 って開いたりとか。あんな、ほんと感動したよな。いやいやいや、怖い怖い怖い。ミニアがレベル上がったらあれしよう。あ、ちょっと怖いわこいつら。怖い怖い。あ、怖い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 。ちょっと防御しよう。怖いわ。まあ来て。あ、4章で出てくるんだ。最初見たときは感動したけどな。おい。うわ、これ。
その本当にミニアちゃん上がるわ。もう全然問題ない子で、これで状態見たらさ、そうでしょ、もうほらミニアと変わんない。2回だって66で10に増やしてるんだよ、あの HP をドーピングで。はぁ、どうしたらいいんかな。まずモンバーバルじゃなくてセーブできないの。ちょっと待ってよ。いやもうハバリアでセーブできるはずだから、ちょっと待ってよ。氷水でただで、ただで止めてもらって、あ、話したことかあるか。うん、知ってる。確かね、武器も見ていくか。あ、これは境界なかったかな。なかった？あるじゃん。いちいち最初の町まで戻ってられないよ。こまめなんすよ。ミニアはね、順調に上がってくれる。まあすぐだわな、すぐ撃ってもないか。武器はこんなとこにあるんだよね。なんかちょっと荒らされてるの。ちょっと汚い店なのかな。まあまあまあ、毒針はいらないとしても、そうだな、鉄の扇ってもう毒針のナイフの方があれだろうな、まあ、こっちの方が攻撃力あるんだろうな。まあ、モーニングスターか、どこのナイフかな。もう変えちゃうよな。もうこの2つ買って終わりだからね、ほとんど。装備ここで固めないとダメ。もうだからそれ言っちゃったんだよね。だから防具も何も買わずにさ。じゃ最悪。もう本当に最悪だったわ。あったらいいのにな。こういうとこ分かってねえやな。あ、ここにあった、面白い。何にもねえのかよ。大きな緑とかあったら楽しいんだけどな。ないの？ないのか。お、まだいけるの？こんなに広いんだ、すげえ。で、ここ右行った終わりだな。まあねー、この後もうこれで行っちゃってさ、その後何、勇者、まああれも行っとこうか。ちょっとこれ怖い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 。体当たりする。うわうわうわ、ルカにあるじゃん。ああ、そういうことか。そっとしな。ちょっとあのタイヤだよ、ほんと怖い。会心みたいな感じか。これだって100ポイント出すんだぜ。あと一発で終わりじゃん。そういうことでしょ。ああ、めんどくさいな。ああ、こいつはいらないわ。昨日も時間なかったよな。時間ないのにさ、放送外でやっちゃったんだよ。ほんとにもう全然時間なかった。あれか、えらいことになったけど。あ、この雑音なんなの。
どっから雑音出てんのかな。潰れてきちゃった。絶望に打ちひしがれたその時こそあなたたちが旅、あなたじゃなかったんだよ。よくわかんない。なんかどうだろうな、このゲーム懐かしいっていうよりも、もう懐かしいっていうのは記憶が覚えてるのが懐かしいんで、もうほとんど忘れちゃってるので、だ一生ぐらいじゃないの覚えてるって言ったら。やめてよそういうの。あぶねー。あー、キングサイモンそんなに持ってるんだ。ちょっとしたあれか、ちょっとしたまあメタル狩りみたいな、まあメタルの10分の1だから。メタルサイモンとはよく考えてすごいよな、ハグレメタルとか。さあどうしよう。あ、ちょっと待てよ、なんか俺嫌な予感してきたから。もう最後にね、あそこ行っちゃおうぜ。あれ何にしようとしてる。ああセーブか。本当にバッと済んじゃう。もうだってこれはキングレオン いけるからね。あってもと言って、俺あんまりさ、ギミってしたくないんだけど、マーニャが上がりに、俺だって、クリアした。最初当時はね。最初も9ぐらいでクリアしたもん。で、4章って飽きる頃じゃん。ああ、もうなんかもう面白くねえな、飽きてきたなっていう頃だから、ちょっとスピード加速しちゃいたくなるんだよな。やばい、もうちょっと止まらせようか。あ、向こうにも宿あるし、いいか。早く前に上がれよ。そう、前1だったから5ぐらい欲しいな。もう5ぐらい。これもっと食らうんだよ。今 HP っていうか防御力最強にしてるから、ここの章で。ああ来た来た、はい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 。ほら全然上がんねえ。あ、賢さは上がるのね。ああダメ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 よ、ニートがダメよ俺。だからそういうのが嫌だったんだ。だって前1だったんだからさ、あまりにもひどいもん。あ、そう、キングスラムってなんだかんだ経験は美味しいんだ。へえ、俺もゲームやってるだけでな、年収5億とか本当いいよな。なんかこれ見てる人さ、 YouTube 見てくれよ。あ、無理か、そこ面白くないもんな。あれ一回で分かった。ああ、はい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 、ダメダメです。これさ、前やった時って5上がったもん。5、もう今回5上がってくれなきゃ嫌だ。
王林が強い。早く。あ、もういい時間じゃん。これで終わるか。あ、あってもと行かなきゃいけないな。なるほど。はいはいはい。お、力は上がらなかったけど、お、お、4じゃないんだよね。絶対5なんだよね。あれでもよかったけど、4じゃダメなんだよね。だってさ、5でもさ、割ってみ？さ、前のレベル上がった時1だっただろ？で、5上がったとしても3じゃん。そう、だから、だから嫌なんだよなぁ。これも10ぐらい食らってたなぁ。防御力固めたからね、ここに来てから。攻撃は前の町で最強だったからな。はい、おお、おお、あー、ダメー。あー、でもだんだん面白くなくなってきた。面白くなくなってきたぞー。5でないって嫌だ、俺は。5でないって嫌。いや、オーリンいいなぁ。HP も高くてなぁ。オーリンいいわ。ああ、ああ。あ、ダメ。絶対5上がったもん。命の木の実食べなかったよかったんだろうなぁ。後から命の木の実食べたよかったんだよ。だけど、もう一回運じゃやり直すの？嫌だ。絶対に嫌だ。もう頼むから上がれよ。お、来たか？ほら、来た！俺、なんて言ったよ。5、53でしょ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。終わろう、終わろう。終わろう。今、5だったよね。俺、5じゃなきゃ嫌だって言ってたから。5でいいじゃん。ほら見てみろ、53だろ。甘やかしてダメなんだって。しゃあ、一応ここまでルーラーつけといて。あー、もうめんどくさいなー。やばいって、やばいやばいやばい。おい、あ、びっくりした。死んだかと思った。ミニア殺されたかと思った。え、100ゴールド持ってたの？マジで？わあ、え、ちょっと待って、レベル1上げただけでもう
モーニングスター帰るじゃん。ここは教会ないよな。あるの？あ、あるじゃん。あるんだ。あ、終わり終わり。編集入れとくんで、今日、今回は。長すぎるから。あの、ロックマンの時は編集入れなかったけどね。全部見てもらって、あれはもう作品だと思ったから。もうこれでいいんだよ。だから、重々って言うと。ね。それでは、終わりまーす。